東日本大震災は、日本に多くの悲しみを生みましたが、それと同時に、日本人の国民性を世界中に見せることになり、その度に、海外の人たちを驚かせています。そして、また、世界中で、一つのエピソードが話題となりましたので、一緒に見ていきましょう。東北地方の沿岸部は、大地震が引き起こした津波により、甚大な被害を受けました。その際、津波によって、多くのものが破壊され、流されました。その流されたものの中には、大事なものをしまっておく金庫もあります。ところが、震災後に、5700個もの金庫が警察に届けられたそうです。そして、驚くことに、23億円近い現金が持ち主に返りました。この話は、アメリカのネットニュースサイトでも取り上げられ、話題となりました。そして、多くの驚嘆のコメントが寄せられましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。俺たちは、日本人の正直さや誠実さから、学ぶ必要があるようだね。何パーセントのアメリカ人が同じようなことをするのか、本当に疑問だ。日本人ほど、正直で倫理的な人々とは、今まで出会ったことがなかった。地下鉄で財布を落とし、長時間経った後でも、そのままの状態で残されていたという経験をした人々を知ってるんだ。本当に信じがたいよ。俺たちは彼らから学べるはずだよ。日本は、最も高度に組織された、最もマナーに優れた社会を持った国の一つだ。日本は、一枚岩の強固な社会だからね。それと、関係してると思う。もちろん、それだけが、理由というわけじゃない。彼らの文化の基盤は、集団主義だ。アメリカの文化は、完全に個人主義である一方でね。日本人と一緒に仕事をした経験は、僕にとって大きな喜びだったよ。日本人のようにモラルがあり、誠実で、正直な人々を他に見つけるのは、とても苦労すると思うよ。わお。これは、素晴らしい話でも、驚くべき話でもあるね。この世界に、そんなに、多くの正直者がいたなんて、考えたことがなかったよ。日本は、世界で最も文明化された国だ。これは、誠実さと正直さのストーリーだよ。今では、アメリカでは見られなくなってしまった。絶対見れない。ダメ、無理、不可能。日本だけで起こり得ることだな。アメリカじゃ無理だ。お金？よし、拾ってさっさと逃げろ。何が、本当に大事なのかを考えさせられるな。そして、俺たちは、アメリカは、規律正しい国だ、なんて言ってるんだ。アメリカは、確かに、一つや二つ、この誇り高き人々から教わる必要があるな。日本人に賛辞を送らせていただくよ。もし、みんながみんなこうだったら、世界は、より良いものになるんだろうに。私の感想。日本人が持っている国民性の素晴らしさが前面に現れたエピソードですね。あれだけの悲しみを生んだ大震災の状況であっても、自身が不幸を感じて苦しい状況であっても、他人を思いやる行動が取れる、これが日本人です。これから先、日本でどんなことが起きるかはわかりませんが、他人を思いやることができる日本人は、何があっても負けないと思います。